ちの振り袖みたい。ゆっちなんだっけな、ツイッターかな、なんか上げてたよ。私 見ました。似合ってた、綺麗だった、真っ赤のね。なんかゆっちの友達がすごい優しい人ばかりだから、ゆっちの友達にも今日会ってきたんですけど、みんなすごい可愛かった。こっちゃんよく洋服はどこで買うの？なんか最近っていうかずっとリルリリーっていうお店が好きだったのだけど、なんかね結構派手ですごい今シンプルなのが好きだから、普通にザラとか、あとなんかミロっていうお店がすんごい可愛くて、よく買うわけじゃないんですけど、毎日っていうか、まあでもほぼ毎日チェックしてます。ミロっていうね、めっちゃ可愛いお店があって、あとはビープっていうお店っていうか通販です、全部通販。あとザラとかです。 H&M もこの前買いました。何買ったっけな、なんか買ったよ。あ、新しいマフラー買ったの、キャンディーストリッパー、キャンディーストリッパーも多いです。これでマフラー買ったん、明日から学校つけていく楽しみ、ルン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 、イエーイ可愛くない、日本派なんだけど可愛いんです。可愛い、イエーイ。可愛いです、ありがとうございます。センスいいだって、やった、嬉しい、ママが選んでくれたの。そう、服はねママなんですけど、最近でも自分で買うようになって、でも最近って言っても最近は服はあんま買ってないから、そう外出ないし、自粛期間中に服のセンス良くなりたいなって思ったけど、結局ね買わずに終わった。じゃらん。でもこれ難しくない？え、どういうこと？なんかもうこれで合ってるのかな？わかんないです。制服に似合いそう、確かに。明日からこれつけてくの楽しみ。ミルクのワンピースとかすごい好きだったんだけど、今もう着てないです。暖かそうだね。暖かいです。今週の子当たったよだって。あー、練習してたよ。今ね絶賛練習してました。15でしょ。もう卒業公演の練習もしてるの、早めにしようって思って、最近歌ってます、ずっと。こちゃんのキスポジション見たかった。チャ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 。え？15帰りますだって。イエーイ。もう完璧、まだ。こんばんは。15って誰がいるんだっけ？あやとかいた？こんばんは。ピーちゃん、アイリ、最高。アイアイリ、ナルピ、最高。エゴさん、やったー。半袖、そう半袖。でも今踊ったからすんごい暑い。なんかこの格好のまま今日のスケジュールはゆっちの成人式行って、この格好のままスタバに行って、
タバで勉強してたんですけど、ちょっと恥ずかしかった。で家帰ってきて声の練習して今に至ります。その服どうだったの？そう、着替えるのめんどくさくて、家だったし、レッスン場とかだったらちゃんとレッスン着に着替えようってなるんですけど、家で練習したのでもういいやって思って、これでマンモスずっと練習してた。マンモスお疲れ様です、ありがとう。お疲れちゃんです、イエイ。久々にメイクしたんで、皆さん昨日だっけ、昨日じゃないか、ほのとショールームした時はリップしか塗ってなかったからちょっと顔が薄かったんですけど、今日はこちらしっかりメイクをしました。遊びに来たよ、ありがとう。なんかお誕生日にみんながアイシャドウとかくれて、いろんな色を試してるんですけど、やっぱりピンクにたどり着きました。見えるんかなこれ、ピンクです、ピンクです。こんばんは、15も公演楽しみにしてます、ありがとう。ゆっちどうだった？え、もうめっちゃ綺麗、ゆっちもだけどみんな綺麗。なんか髪の毛に金箔ついてる子いて、すんごい可愛いなと思って、私も金箔つけたい。金箔つけようかな、成人式。そう、振り袖みんなの見て、なんかどういう髪型がいいんだろうとか自分で考えてたんですけど、なんかもうね、おしゃれおしゃれでした。全員いろいろあった、すんごい、なんだろう、お母さんの着たりとか、すごい今時の感じの柄着たりとか、髪の毛の色とかもいろいろたくさんいました。綺麗でした。そうね、中止とかかわいそうだよね、なんか前日に中止になったとことかめっちゃ悲しいなって思ってね。韓国ののり巻きやキンパ美味しいよね、キンパ大好きです。こっちは何色がいい？え、最近ずっと考えてる、でも何色がいいんだろう、分かんないです結局。真っ赤だけはちょっとね、ユッチの見ちゃったら、ユッチはすごい似合っていいんですけど、私には似合わないなと思って、真っ赤はちょっと却下になりました本日。何がいいんかな、なんかでも白が好きです、やっぱりなんだかんだ白が好き、一番ね好きな色です。水色とか白と水色とか薄色が好きなんで、薄くていいかな、薄めで。そう、白が好きです。なんか家とかも全部白にしたい、家具とか全部白に変えたい、今はこのカーテンが一番変えたいです、白に。来年成人、え、一緒だね、来年成人、来年か、もう早いね、そっか、やば。来年成人一緒だね。着物はレンタル、え、レンタルします、レンタルじゃないですか、やっぱりちょっと買えないんで。レンタルします。なんかなんでママとかさ、昔の着物あるんだろう、昔はレンタルとかなかったの、買ってんの、再来年か、再来年です、あれ来年わかんない、私今18歳です、でも今年19になって来年20ってこと、わからん。こんばんは、私再来年だって、再来年みたいです。再来年でした、そうだね、来年だったら、そっか、ゆっちが今年だから再来年です、再来年です。こんばんは、
あ、そっか、1月だからさ、来年になるのか。なるほど。なんかね、この前街で出会ったおばあちゃんがなんだっけな、友達の庭園、あの高校の庭園に誘われて、今年最後だったから、まあほぼ行くじゃないですか、庭園って全員が。でまあ私も行ったんですけど、その時に座った方が、隣の席に座った方がすごい着物が好きっていう話をしてくれて、そう、初対面だったんだけど、すごいなんかね、いろんな着物見せてくれて綺麗だなって思って聞いてました、お話。こんばんは。庭園、なんだろう、マーチングとか吹奏楽部とかがさ、吹奏楽部とかバトン部とかチア部とか、あとなんだろう、茶道とか三味線とかいろいろあるじゃないですか。そういう部活が、そう、なんか最後の庭園があるんですよ。庭園って何？え、なかった？みんなどこの学校も今あるみたいですよ、庭園。あ、そう、定期演奏会です。で、そう、なんかお母さんとかおばあちゃんとかも来るから、その生徒のね、その生徒の、だから友達のおばあちゃんが私の隣に座ってて、たまたま隣って言っても今あれなんで、一席ずつ空いてたから一個空いての隣に座ってたんだけど、話しかけてくれて、そう、なんか丸々のおばあちゃんですみたいな、話しかけてくれて、なんだっけな、着物見せてくれました。こんばんは、こんばんは。そう、今日おめかししてるんです。成人式なん、大事なんだね、ゆっちの。こんばんは。お疲れ様です、お疲れ様です。てんてんてん、ありがとうございます。寒いちょっと寒くなってきた。4人で行ったの。4人、ママパパ私ゆっち。まっちゃんは髪をアップにしても似合いますね。ありがとうございます。久しぶりに見たけど大人になったね。18歳になりました。パチ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 、18歳です。成人式ロングにする。伸ばしてる、伸ばしてます。今成人式っていうか今絶賛伸ばし中で、みんなに髪切ったって言われて、昨日かな、一昨日は違う、土日だったよね。金曜日に学校で3人ぐらいの子に、え、ばあちゃん髪切ったねって言われて、え、切ってないよって言って今伸ばしてる。でもなんだろう、巻いてるからかな、短く見えるって言われた。巻き巻きしてね、学校にね行ったんです、金曜日は。綺麗になりました、ありがとうございます。伸ばし中。なんか、ま、巻いてなくてこの長さになりたい。ん？違う、今これ巻いてるからちょっと短くなってるんですけど、今巻いてその今のストレートを流せないで、だからあとちょっとのがこんぐらい伸ばしたら
完成です。そうな、最終公演の髪型も考えなきゃ。なんかアイアンの時にアイアンの2日目の髪型がすごい気に入ってて、自分の中でそう、その髪型に卒業公演その髪型をしようと思ってるんですけど、普通に巻いてるだけなんですけど、それその時の方が今より髪が長くて、そうだからあともうちょっと伸びたら完成に進みます。完成、おろしです。でもあとね、公演何回かだから、その中でいろんな髪型したい。イヤリングかわいい。やった、元気です。これはウィスカーパッドさんのイヤリングです。15日こっちゃんが出るからナルピーも出るって言ってて、好き大好き、キュンです、キュンキュンキュン。27までに伸びるかな。めっちゃ今ね、亜鉛飲んでます。毎日亜鉛飲んで、そうそしたら髪が伸びるんで、亜鉛飲んで、なんか髪の毛を伸ばす、早く伸びるみたいなのが薬局に売ってたんで信じて、でもこれガチでめっちゃ伸びるんですよ。なんかYouTuber の人が紹介してたやつなんですけど、なんかその人は昔坊主にしたんですよ、動画の中でね。で坊主にしてたんですけど、なんか女の人なんだけど伸びてんの。そうだからそれやってます今。亜鉛って髪伸びるんだ。そう亜鉛伸びますよ。いや私も伸びるの早ってなったもん、実際にね。亜鉛のサプリ飲んでます。最近ね何飲んでるかな、ビタミン C と亜鉛飲んでます。美白になりたくて、あんまなんないんだけど。でも肌荒れがめっちゃ治りました、本当に。あのね、あれが一番分かった、あの日のロッカーの撮影の日がもうすごくて、ここら辺真っ赤っかで、石尾さんとかメイクさんが頑張ってこうファンデーションをこうバーって塗ってくれたんですけど、めっちゃ痛くて、めっちゃ痛かった。だけど石尾さんじゃないメイクさんの力でめっちゃ綺麗に隠れました。そう、その時絶賛なんだろうな、テスト期間とかだったのかな、肌荒れが、あとマスクとかいろいろ重なって、マスク荒れとテスト習慣といろいろ。ショートね、またショートしたいな。でも卒業公演まで我慢、成人式までかも。いやでも成人式までどうなんだろう、今さショートにしちゃったら間に合わないのかな。1年でしょ、1年って結構伸びるよね、知らんけど。うん、ショートな。間に合う、だって間に合う、確かに間に合わなかったらエクステすればいいもんね。そうですね、2年あるから、あ、そう2年あるんだ、そう間違えちゃう、2年あります。大学生になったら切ろっかな。ちょっと好き、ありがとう。卒業公演まではちょっと伸ばしてます。残念ながらショート好きな人には申し訳ないんですけど伸ばしております。ショートの振り袖女子も可愛いね、もう菅原かな、菅原の
ベレー帽かぶってたやつにめっちゃ憧れ。こんばんは、こちゃん好きです、ありがとう。伸ばしてても好きです、ありがとうございます。次はやだ、えー、ぴえん。まや、昨日誕生日、そう、会いたいねって、卒業公演の日、夜ご飯行こうねって約束してる。てててんててん、こんばんは。卒業公演はどんな髪型にするの？卒業公演はアイヤの時の髪型にします。いやでもまだ 迷います。今日夜ご飯食べましたか？今日ね、ほんとお昼の食べ物がすごくて、そう、成人式だったからなんかちゃんとしたとこに行こうってなって、お昼めっちゃ食べたんでお腹が空かず、でスタバで、そう、勉強したって話したじゃないですか。スタバで勉強した時にもうお腹いっぱい、お腹いっぱいじゃない、お腹いっぱいか、ん、なんか飲み物飲むとお腹いっぱいになりません？でほうじ茶ラテを飲んだの、もう大好きだからほうじ茶ラテ飲んだんですけど、それでお腹いっぱいになっちゃって、だから今日の夜ご飯はほうじ茶ラテです。ほうじ茶ラテ今いいんですよ。今ね、なんか生クリームがハニーホイップになってて、そう、美味しいんです。蜂蜜の味がするの、生クリームが美味しいですよ。ぜひ。何日までだったっけな、なんか今年、今年じゃない、今回の新作すごい早くて19までとかだった気がする。そう、スタバ詳しいんです。お腹空きそう、え、そう、夜お腹空くんです。お昼は和食食べました。スタバ大好き、そう、スタバ大好き、お世話になってます、勉強してるからね、スタバで。でもスタバで勉強するとすぐ混んじゃうから、結局すぐね、あれなんです、場所移動してる、だからいろんなスタバ転々としてます。あーって、最近なんか自習室みたいな借りて自習室行ってます。なんかみんな勉強してるから焦る。スタバだとちょっとおしゃべりしてる人とかいてあれなんですけど、自習室だと本当にみんなめっちゃ勉強してるから焦ります。チャイティーラテが好き、え、美味しい、美味しいよね。スタバのこっちゃんのおすすめはほうじ茶ティーラテの、なんか普通のほうじ茶ティーラテだと美味しくないんですよ。美味しいんですけどちょっと足りないので、ほうじ茶ティーラテでオールミルクにしています。図書館、なんか図書館はあれなの、今ね、なんかそう、コロナの対策で何時間までみたいに決まってるんですよ。だから自習室っていう、なんだろう、あるんです。自習室に行っております。美人さんになりましたね、ありがとうございます。髪なびいてるエアコン、そう、ソイラテに変えないの、ソイラテは変えないです。でん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 、スタバってカード買ってるの？うん、買ってる、スタバカードです。
タバカードめっちゃいい。なんかポイントがたまるとなんか一杯無料になるんですよ。ポイント貯めてます。抹茶系は飲みますか？飲みます。抹茶ラテ好き。パンダのぬいぐるみの着ぐるみ思い出します。だってあのまんままだ。コーヒーはコーヒーだけは飲みます。テスト週間とかはなんだろう、本当に眠気覚ましでコーヒーとかでも好きじゃない。美味しい美味しいとは思わない。こっちゃんが大学生なのか、え、やばいよね。なんか昔の映像とか見たら、まあ小学生っていう小学生じゃないですか。オーディションの映像とかはびっくりびっくりです。大学生になっちゃいます。これもはもは大人になったね。大人になりました。もうだって2年後には二十歳だもん。二十歳です。やばいよね。やばいなって思った。なんかゆっちは毎日会ってるからそんな感じは全然しなかったんだけど、ゆっちの友達は久しぶりに会ったから、なんか私本当にゆっちの友達ともうめっちゃ遊んでたの。そうそうなんですけど、めっちゃ遊んでたから、なんだろう、大きくなったなって年上なのにえってなって、なんかなんだろう、どこどこ大学とかなんか何目指してるのとか聞くとえみたいななって、そうなんかいっぱいいるじゃん、歯医者さん目指してるとかお医者さん目指してるとか、なんだろう、なんか宝塚目指してるとか、もうえみたいびっくりみたいな、先生目指してるとか。そうなんですよ。なんかゆっちの成人式ってすごい思ったのが、なんか私中学で転校してるから、なんだろうな、小学校の頃の友達で未だに連絡取ってる子とかが少なくてやばいって思って。そうなんか成人式って小学校でやるじゃないですか。今はすごい 焦りました。急に急にやばいみたいな、焦ってます。みんな小中一緒だけど、私は小中の途中だからやばいと思って焦る。だから友達を作んなきゃ。久々にみんなに LINE したいですね、受験終わったら。今でも生誕の声迎えしてます。嬉しい、ありがとうございます。中学校はゆちと同じだったの。中途中までみんなこっちゃんのところに集まってくるよ。だといいななんかゆっち人気者で、あ、人気だなって思って見てましたこんばんは。みんなどうなんだろう、皆さん中学の友達とか仲いいですか？未だに高校のなんだろう、ママとかに聞くと高校の友達しかあんまり知らないとか言ってるから、どうなんだ、小学校からの付き合いとかいるのかな。かわいい、ありがとうございます中学が多いのって、うん、高校が多い
仲いいよだって。嘘、未だに会いますだって。すごいな。もう連絡取ってない。連絡取ってない人の方がやっぱ多いですよね。でもいるね、中学の友達、小学校の友達いっぱいいますね。連絡先がな、ないんですよね。もう私 LINE を結構すぐ変えちゃう人だから、なんだろう、あれしないんですよね、あの引き継ぎとかをしない、あんましない人だったから。そう、携帯の機種変えると同時に LINE も変わるみたいな感じで、いつも LINE を変えちゃってたから、昔の友達の連絡先とかがもうなくて、やばい。遊びに来たよ、ありがとう。こんばんは。必死でウルスルート1から始める。そうだから、なんだろうな、先輩の連絡先とかは持っとくんだけど、全員は残してないから。そう、こんばんは。ちょっと焦る、やばい、2年後友達いるかな焦ります。こんばんは。そうだ、最近なんかなんだっけな、あの中3の時からファンでいてくれた方は分かると思うんですけど、なんかショールームかな、なんだっけ、なんか忘れたけど、あの高校生になったらやりたい100のことみたいな書いたの覚えてます？私が覚えてるかな。そのノートを見つけまして、全然できてなくて全然できずに終わっちゃった。悲しい。ピエン、あったね。そう、覚えてる？全然できてなくてでも誰にも言わないで陸上ランクインは達成してました。全然できてない、やばいです。制服ディズニーもできてないし、なんか半分ぐらいお仕事のことで、半分ぐらいなんか日常のことだったんですけど、毎日挨拶するとかはできた気がする。あと友達いっぱい作るとかできたんですけど、なんだっけな、そうめっちゃ残ってるもう叶えられないのはなんだっけ、あ、学年1位の成績を取ってみ、あ、叶えた、なんだっけな、あとあ、握手会4部とか、なんだっけな、いっぱい書いてたんですよ。でも誰にも言わないでは叶えました。でも100個書いてなかった、結局なんか60何個ぐらいで終わってました。あとインスタのフォロワー3万人とか、あと1万人増やさなきゃいけない、あと2ヶ月でやばいです。あとはでも今年全然更新してないもんね。ちょっと今年、去年全然更新できてないんで。そうなんです。握手会の振り替えが4部なら一つの制でいける確かに。何の教科が得意、最近得意なのは生物、
あと何だろうな、なんかないかな、なんかいっぱい書いてました。あ、でもゆっちとお仕事するっていうのは叶えてた。あとは何に、なんかね、何叶えたっけな、あ、ショールームの15時間配信もう一回するってやつもやった。17時間だけやりました。ちょっとあと2ヶ月頑張ります。京都も行った、確かに京都も行った。勉強やる気出す方法は、でも携帯をママに預けてマックかスタバに行くしかない。携帯があるともう絶対無理だから、ママに携帯お願いしますって言ってって感じですね。ちゃんと叶えてる、ありがとう、叶いました。パチ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 。ゆちと京都よかったね。え、よかったです、楽しかった。携帯は受験生の敵です。え、敵です、もう携帯も敵だし、もう家も敵だし、もう本当に大学生になったらやりたいこと100個、あ、それやろう、叶えますね、勝手に勝手に叶えてきます。100個頑張って、4年間で勉強って家から出るの、もう家は本当に誘惑がたくさんある。なんか何もお腹とか空いてないのに冷蔵庫開けて閉めて開けて閉めてとかやっちゃう、家だとなんかしたいんですよ。開けて閉めて、なんか掃除、服とか畳みたくなっちゃう。いつもは全然そんなことないのに、すごい掃除したくなったりとか、ベッド見たらまあ寝ちゃうし、テレビもあるし、家は敵です。わかる、え、わかる、え、わかる、なんか帰ってきて別に食べたくもないのに冷蔵庫開けて、で結局お腹空いてないから食べないから閉めて、でもまた開けて食べないから閉めてずっとやっちゃう、バカバカバカやっちゃうんですよ、本当にダメですね。強敵、そう、強敵なんです。今日も冷蔵庫見た気がする。サーティワンのアイスが入ってます。今この前スーパー行ったらサーティワンのアイスが100円ぐらいで売ってて、もうめっちゃびっくりして、ママと買いました4個、パパとママとユッチと私の4個で、クッキー&クリームと、クッキー&クリームとチョコレートと芋を買ったんですけど、誰がどれだと思いますかじゃあ私はどれでしょう。カップのやつです。芋はゆっち、こっちゃんお芋、チョコチップ、芋はゆっちかな、だっていいですね。正解は私がクッキー&クリームでした。ハーゲンダッツはクッキー&クリームしか食べないです。なんかどんなに新作のハーゲンダッツとか出てても絶対にクッキー&クリームです。なんかお餅、わらび餅みたいなのもあるじゃないですか、あれよりも全然クッキー&クリームが好き。なんか一回ちょっと感動したのは抹茶の、なんか抹茶チーズケーキみたいなのが感動しました。ゆっちはちなみにクッキー&クリームです。ママが芋です。でパパがトリュフです。トリュフじゃない、あ、でもチョコトリュフみたいな、すんごい豪華な名前でした。パパが食べてた、パパのために買った、まだ食べてなかったです、まだ冷蔵庫にあった。私もまだね、クッキー&クリーム食べてないんです。
ストロベリーはなんかクッキー&クリームがなかったらストロベリー食べます。クッキー&クリーム、ストロベリー、抹茶、チョコ、あ、バニラ、うん、チョコとバニラ一緒ぐらい。え、抹茶よりバニラかな、わからんですこんばんは。大学生になったらバイトしたいんですよね、今。そう、バイトしたいんです。バイトデビューしたい。したことないからさ、したいんです。何のバイト？一番したいのはスタバ、好きだから。でもすごいね、厳しそうだから、なんだろうな、カフェがいい。でも私剥がしとかやりたいはーいって、こちらでーすって。うまいよ、タイミング絶対バッチリだと思う。10秒でしょ、完璧。7秒だっけ、完璧です。居酒屋、居酒屋もちょっと憧れる。なんかさ、多いんだよね、居酒屋周り。友達とかさ、居酒屋でバイトしてる子多くて憧れます。居酒屋バイト大変そう。大変そう。なんだろうな、あと何があるっけ、バイトって何があります。ガソリンスタンドとか、よくない？パン屋さん。でもそういうなんか、なんだろう、ミスドとかスタバとか、そういうチェーン店っていうの、めっちゃ厳しそう。家庭教師はコスパいい。マジ教えるの苦手友達に勉強教えてって言われると、まあ、もうごめんなさいってなっちゃうから苦手なんですよね。 Uber Eats は無理ですね、あの自転車に乗れないので。個人の喫茶店、いいな。接客系がいいのかな。接客系、どうなんだろう、苦手かも。でも接客、花屋さん、あ、花屋さんいいな。友達の花屋さんで働かせてもらおうかなこんにちは。新幹線の移動販売、あー、なんだっけ、友達のお姉ちゃんがこの前、この前じゃないか、3年前ぐらいに新幹線見つけました。何がいいかな。ケーキ屋さんでバイト、素敵。ケーキ屋さんいいな。お皿洗いとか。夢が膨らむ、そう、夢膨らむ、膨らみます、膨らんでますバイトが似合いそう。制服か、
何があるんだろう。マックでスマイル欲しい、マックでスマイルくださいって頼む人いるじゃないですか、実際にね。絶対やだなんか恥ずかしくない？スマイル。レゴランド、あー、ユニバ、なんか楽しそう。ユニバ、昔よくスマイル頼んでた一回やってみたいな、スマイルくださいって。水族館は、水族館でバイト？イルカの世話とかするの？イルカの世話いいですね。でも言うこと聞いてくれないとなんか嫌いになっちゃいそう、イルカ嫌になっちゃいますね。夢膨らみ中暑くなってきた、暖房が。だんだんだん、新生活夢膨らむ。そう、なんか家具どうしようとか、なんだろうな、いろいろ考えちゃう。まだまだだけどね、4月ですもんね。ピアニング、サークル、サークルね、100人一首入りたいな好きなんで。最初書道かなとか思ってたけど、ゆちと同居はやだ部活はやんないですね多分。競技かるた似合いそう。そう、競技かるた、ちはやふるみたいなね百人一首はなんだっけな、今年もそう、学校行事で私あるんですよ、百人一首大会あるんですけど、3年連続あの選手になって今年もやりました、百人一首。でも高一が一番成績良かったな、高一の百人一首が本当にガチ勢でみんなで頑張った思い出。そう、今年はまあみんな受験だから全然頑張れなかったんだけど、去年はそうちょっとやらかしだったんでそう、高一が一番やってたな、百人一首。何首ぐらい覚えてんの？なんか人は全く覚えてないの私。人から始まる百人一首がすごい嫌いだから難しいし覚えれないからそれ以外は全部覚えてます。競技かるた小学生強い、でも小学校からあった百人一首大会、小1からずっと、中学はなかったかな、だから小1の6年間となんだろう、高校3年間ありました、行事で。
撮るの早いの、え、撮るの早いよ、パッて早いです多分。こんばんは、こんばんは。もうそろそろかな、今な、今55分だって、やばいじゃん。いや、あと5分です。ありがとうございました。今日もピース。はい、今日の時間です。オッケー、はい、はい、スクショしましたか？オッケーです体に気をつけて、気をつけます。皆さんもお体に気をつけて。いたしました、よかったです。で、今から私はゆっちにプレゼント渡して寝ます。じゃあ寝ない怖いの練習しますじゃ今日、そう、完璧にしたいの、今日完璧にしたくて、だから今日完璧にしますね。公演15は劇場で、劇場でファイト、ありがとう。次いつかな、次か、いつだろう。次はまたお知らせします。頑張ってね、頑張ります。 DMM 最善で見ます、ありがとう、見てね。って言ってもあと4分ある。そうなんですね。なんか最近暑いのか寒いのかよくわかんなくて、寒い時もあれば暖房効きすぎて暑い時もあれば、難しいですね、気温が本当に。ふーちゃん大好き、ありがとう。ファイト、ファイト。おやすみ、おやすみなさい。申し込みできない分 DMM で見るね。ねえ、なんか27だけさ、申し込み OK みたいなしてほしいけどねって思います。おやすみなさい。3連休すごい雪だった。え、昨日名古屋も雪降りましたよ。そう、びっくりだよね、最近雪が多くてびっくりです。去年一回も降んなかったもんね、なんか一回も降んなかったみたいな、去年じゃなかったっけ、名古屋、名古屋雪が降らなくて、なんか温暖化だって叫ん騒いでたもん、ニュースが。違うけど、あと1分だって、え、やばいじゃん。ありがとうございました、またねー、バイバーイ。おやすみなさい、ありがとうございました。素敵な夢を見てください。私は着替えますもん、これ。そう、朝から来てるから疲れちゃった、こういうこんなねバイバーイ、おやすみ。グッナイ、バイバイ。